山村です。で、あのアンスリズムという、まあ、こういうアンサンブル、あの清澤さんたちと、まあ、作って、今回が4回目になるんですけど、で、まあ、今までいろんなところでやってきて、今日はあの今回箱崎のモモアンということ で、 であの、まあ、今の作品はあのモントン・フェルトマンの、64年の作品なんですけど、まあ、あのアメリカを代表する作曲家の一人 で、 でちょうど、今年2017年というのはちょうどフェルトマンが亡くなって30年に当たるということもあって、あのまず冒頭皆さんに聞いていただきたいと思いました。で、今回の、まあコンサートのテーマなんですけど、あの実は、皆さんのお配りしているチラシの中にあのルー・ハリソンの、チラシがあると思うんですけど、赤いチラシですね。この実はあのこのコンサートもあの清澤さんたちと相談して、まあ、ルー・ハリソンのちょうどあの生誕100年、ちょうどあの、1917年生まれのルー・ハリソン、亡くなったのは2003年だったっけ、あれ確か、ごめんなさい、ちょっとあの、年代がちょっとぐるぐる出してしまいましたけど、であの、まあ、ハリソンのちょうど100年にあたるということで、まあ、その一つの記念としてこう今ございます赤いあのチラシですけど、まあ、これを、来週の、11月29、30、あのアクロスの円形ホールで、まあ、開催するんですけど、まあ、それに先立つような形で、まあ、このコンサートを企画したらどうかということで、まあ、倉澤さんたちと、今日のようなプログラムを作ったんですけど、で実は、まあ、あの恥ずかしいんですけど、今回のチラシちょうど今から多分30年ぐらい前の写真、写真が出てて、それはちょうどその頃あのアメリカにいまして、留学してたんですけど、ちょうどルー・ハリソンに会うことがあって、そしてその頃はあの西海岸 の、 あの サンタクルーズのそばにあるあのアプトスというちょっと帰ってた山にちょっと入ったところに町があるんですけど、そこにずっとルー・ハリソンが住んでまして、そこを、訪ねたことがあって、でその時の、まあ思い出というか記念の写真を撮ったのがちょうど私のピアノの、上にちょっとずっと飾ってあったんですけど、で今回これを使っていいかどうかわかんないんだけど、まあ、ちょっとご相談してじゃあこれを使うということ で、 で、まあ、今日のテーマとしてルー・ハリソンの作品を、まあ、これから聴いていただくということと、まあ、その後半はまあそういうハリソンの影響を受けた僕自身の作品というのを、まあ、後半あのアースリズムの皆さんの演奏で聴いていただきたいというのが今日 の内容なんですけど、それでもうちょっと話した方がいいです。はい、はい、であのルー・ハリソン、まあ、これありますようにいろんなアメリカではもう最も大事な作曲家の、まあ、人間国宝といってぐらい大事な作曲家で、まあちょうどジョン・ケージがアメリカの作曲の中では一番知られてますけど、まあ、ケージと一緒に活動した時期があって、でケージはそのままニューヨークに残るんですけど、でルー・ハリソンはそのままやっぱり都会の生活はちょっと難しいということで、まあ、西海岸に戻りそこに行って、そうずっとその後そこで活動するんですけど、その後まあ、ガムラン音楽であったりとか、あるいはいろんな音律のさまざまな実験というんでしょうか、でそういうことをやっていく中で、まあ、その時にいろんなことを学んで、2つのことを学んだんですけど、で1つは今我々の周りにあるような平均率の音楽ではなくて、もっとこの古い時代のヨーロッパの持っていた音律を持って勉強するということと、あといろんな民族 の、 持っている音律に対してもちょっともうちょっと勉強したらどうかと言われたことがあって、それがその後すごく僕にとっても影響を受けたんです。でもう一つは、メロディーを作りなさいというふうに言われたことがあって、で、まあ、その頃、まあ、サンディエゴで勉強してて、そこの大学、まあ、カリフォルニア大学ですけど、いわゆる作曲家スクールと言われてて、まあ、いろんな作曲家がいっぱいいて、学生もいっぱいいて、まあ、僕もその一人でいろんな分析したりいろんな新しい曲を作ったりしてた時期だったんですけど、で、まあ、その中でルー・ハリソンの音楽を聴いた時に初めはちょっと驚いたというか、あまりにもシンプルというか、メロディーもあったりリズムもはっきりしてたり、まあおよそ現代の音楽と
考えてみたら全然違う音楽を作ってたというのが印象だったので、ちょっとその頃本当に迷ったというか戸惑ったのが本当の話なんですけど、でもだんだんこう聴いていくうちに従って、だんだん僕の耳というか感覚もヨハネスの音楽がいろいろ分かってくるようになってきて、でその後何回かあのハリソンは2、3、その後2、3度日本に来たことがあって、その時来られるためにいろんなお世話をしたり、コンサート企画してという時期がずっとあって、でそういう経緯の中で、まあ、僕自身もヨハネスの音楽をもっと紹介したいし、あるいはあのヨハネスから学んだことをいろんな方に紹介、もっと広めていこうということで、まあ、今回、ちょうどあのこのコンサートも私と私の、学生たちがいろいろこう協力して、まあ、このコンサートに至ることになったものですから、まず今日はその、まあ、プレビューというか、その先駆けというか、ということで、新たにあのヨハネスの音楽を前半だけですけど、聴いていただこうと思います。で、あのプログラム、今日僕が選んだのは、特にあのハリソンはアコーディオの曲っていうのは特にないんですけど、まあ、ただあの、ハリソンの音楽のメロディーを生かすような形で、今回、黒沢さん、あるいはクライネットのドラマさんたちと相談して、そういう、アレンジとして、でもそれは主要音楽としても非常にメロディーが生かされていますので、きっと、楽しまれると思いますし、まあ、この音楽もあの今日何曲か並んでますけど、それほど長い曲ではないんですけど、とても印象深いメロディーになっています。では早速引き続いてこれからプログラムですけど、ハリソンの音楽を、3つ続けて、ロンドンという曲と、そして、広沢さんのソロになりますけど、ビルと私のための音楽で、それと一緒に飛ぶ音楽によるソナタという、ちょっと難しい言葉ですけど、まあ、簡単な解説書いてますし、まず後で補いますので、ぜひ3曲続けて聴いてみてください。
会では、ビルと私のための音楽と石原君の音楽によるその他2曲続けて演奏させていただきます。この曲アコーディオンソロになりますけれども、本当はハープとかギターとかそういった楽器で演奏されるらしいんですね。一生懸命アコーディオンで演奏できるように考えてきましたので、どうぞお聴きください。
不思議な曲でございました。この今のアコーディオの2曲というのは、本来ギターとかハープで演奏されてるんですけど、今僕も今日演奏を初めて聴いてて、全く新しい音楽になってるんですけど、やはりその音楽のメロディーがあるからこそ、いろんな楽器のこう可能性というか、演奏者のいろんな思いとかがこうどんどんこう伝わってくるのかなと思ったんですけど、で、今日初めての方もいらっしゃるかもしれませんけど、ハリスの音楽、一見親しみあるし、メロディーがこう素晴らしさということもあるんですけど、その中にいろんなその音楽のこう知恵というか、知識というか、教養というか、それがあるいは実験精神というか、それがすごく織り込まれてあって、ですからこう何度聞いても新しい発見がある音楽だと思うんですけど、で、今日、初めての方はもしいらっしゃるのは、さっき言いました今月末 の, アクロスでのコンサート、そこではガンバランがあったりとか、あるいは2日目の30日のコンサートはピアノが3台とチアパル1台と4台 の, 楽器を持ってきて、それぞれ違う調律法でハリスの音楽を紹介しているという、これはおそらくなかなかできないことなんですけど、で、ハリスの音楽、今本当今年100年ということで、アメリカではほとんどすごくたくさんのコンサートが企画されているんですけど、福岡でもそういう一つ の, ハリスの音楽を伝えたいという形で、今日もそうなんですけど、これからまだこれから何曲か演奏しますけど、ぜひ福岡でハリスの音楽を楽しんでいただきたいと思います。そしてではあと、前半になりますけど、あと2曲そこにありますプログラムですけど、パレスタインの歌、これはプログラムに書いてますけど、中世のミンネ・ジンガーの、ウォルター・ブラン・ホーゲル・ベルデンの有名な曲があるんですね。でその曲を元にした変奏曲と、前半最後ですけど、これもルー・ハリソンの中でも有名な曲の1曲ですけど、ワルツを続けて1曲演奏します。じゃあお願いします。